ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼ・ダーフト・ジー・フジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、映画、ミッション・インポッシブル・デッド・レコニング・パート1の、レビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって。今北産業、トム・クルーズ版の007、手に汗握るスパイ映画であり、ミッション・インポッシブルシリーズの第7作目、誰におすすめなのぜ。トム・クルーズ好き、スパイ映画好き、アクション映画好きにおすすめ。ではでは、ここからはざっくりとキャストの紹介をします。まあ、これは続編ものの宿命だから、こいつらは前の映画から出てるよっていう補足説明なのぜ。まずはこの黒人、こいつらルーサー・スティッケルってやつで、ミッション・インポッシブル1から出演してる、主人公 E さんの IT サポート1。で次がサイモン・ペック、こいつは MI さんからの出演で、同じく主人公 E さんの IT サポート2。とまあ、前からの出演キャラはこの2人で、この映画は超絶ご長寿映画なだけあって、過去作を全く知らない人間にも、しっかり配慮された作りになっていてべね。というのは、この二人は、この映画だとなんとなく、昔からの知り合いなんじゃないかなって程度で自然とシナリオに入ってくるし、過去になんちゃらの事件があったよな、みたいなことを言わないから、この辺はシリーズファンじゃなくても、たしなめる作りになっておりもるとべね。この映画で過去にEさんが悪をして捕まったとか、その時に確執があったとかいう話は、本作でパッと出てくる情報なので、過去作見てないから何があったかわからない、とか、このヒロインとのつながりは、っていうのはないのぜ。全部新事実、新キャラなのぜ。で、最後が主役のEさんハント。うちらおまんじゅうはトム・クルーズがかなり好きで、好きな理由は太陽みたいなサイコパスだからなのぜ。光属性と闇属性、相反する属性を極めたガチでケウな人間で、この人ってサイエントロジーっていう、カルトにガンギマリしてる。千年前とかに存在してたらカルト宗教のトップか、ナチスのゲッペルスになれるんじゃないかなってくらいのガンギマリっぷりがモルトベーネなカルト信者で、演技が狂気じみててすっごくいいんだよね。ゲッペルスは人心掌握の天才、チートで、もしも現在に転生したら、超絶敏腕プロデューサーになっただろうってくらいのチートなのぜ。プロパガンダやらせたらこいつ以上にチートは存在しないんじゃないかなで、トム・クルーズ映画って、トム・クルーズが全部持っていっちゃうから、どんな役者も、トム・クルーズの前では印象をゼロにされてしまう。ガチで面白い、太陽のようなサイコパスなのぜ。まあ、そんな感じで、基本トム・クルーズの映画って、ガンギマリトム・クルーズを見ることができるって、だけで本当に終わりがたい作品なんだよね。こんなやつ、後にも先にも出現し得ない、スーパーレアな役者なのぜ。例えば面白いエピソードがあって、ジパングに来日するときはいつも戸田夏子に、通訳をお願いするらしいんだけど、トム・クルーズがファンサーの鬼で、ずーっとファンサするもんだから、戸田夏子おじが、もう私は歳だから、体力的についていけないわ、って言わせるぐらい、すべてにおいて狂気じみてて、それに対してトム・クルーズが、夏子、頼むよ、通訳引き受けてくれよ、みたいな感じで、さすが、悪のカリスマ、人を巻き込む能力とか人をその気にさせる能力高すぎだろう。って感じでくっそ面白いのぜ。まあこんな感じでうちらに、トム・クルーズ大好きエピソードを語らせると、止まらないからこの辺にしておくのぜ。狂気じみてるおサイコさんっぷりがガチでいいんです。ではでは、ここからこの映画の簡単なあらすじを解説します。ロシアの潜水艦に投入された新型 AI 兵器、その軍事実験をしていたところ、AI が暴走、地震が内蔵されている潜水艦を AI 地震が攻撃して自爆、これによって AI 兵器は海のどこかに沈んでしまいました。で、自爆の過程で、この AI 兵器を制御する日本の制御キーが、バラバラにどこかの誰かの手に渡ります。で、なんやかんやあって、どうやら海に沈んだ AI 兵器が世界中の、インターネットからイントラネットまでを謎の力で掌握。掌握するだけで何もしないが、世界中のありとあらゆる電子機器をこの謎の AI、エンティティが掌握することに。ということはあれかい？このエンティティなる AI 兵器を制御することができる。日本の制御キーを手に入れたやつが、実質世界を掌握できるっつうことじゃないのかい？お前さん、ということから、アメリカからエゲレスから、世界中のスパイ組織が、世界を牛耳りたいということから、この制御キー争奪戦に参戦、アメリカの組織ながら、独立グレン隊である、IMF インポッシブルミッションズフォースに所属している主人公のEさんは、
軍事バランスが崩壊すると世界が壊れちゃう、という懸念から、自分自身の上司に無駄に敵対宣言をして、組織を離脱、誰よりも先に制御キーと、AI 兵器が沈んでいる重傷を手に入れて AI 兵器を無効化しよう、という意気込みから、前半は AI 兵器に対する情報を持っていないのぜ、この制御キーをめぐっての、多数の勢力との奪い合いが始まるのであった、というのがあらすじね。わえ？あらすじだけ聞いてると、王道を行く展開で面白そうなのぜ。そうなんだよね。こうやってあらすじをまとめると面白そうなんだけどね。あ、ふん。で、ここからはこの映画における、相関関係の説明に入ります。というのは、無駄に親切設計？なせいで、この映画って前知識なしで見ると、何したいのかさっぱどわからないって作りになってて、そこがこの映画のダメダメポイントなんだけど、まず、うちら視聴者さんは、この鍵が潜水艦に積まれた、AI 兵器の制御キーだということを知ってるわけ。だけど、映画の登場人物は、ガブリエルっておじさん以外は、なぜか？その鍵が何なのか？について知らないって設定なの。え？じゃあなんで、このアメリカ人の、こいつらは鍵を盗めとか言うのぜ？不自然なのぜ？こいつらは何を根拠にこの鍵が重要だって言ってるのぜ？君のような勘のいいおまんじゅう。で、勢力図の説明をすると、E さんと敵対している組織は、まずは CIA のゼニ型。こいつの目的はアメリカの裏切り者である E さんを捕まえること。無能ポイントは E さん以外の犯罪者はどうでもいい。E さんさえ捕まえればいいっていうホモな部分。で、チームガブリエル。この二人は多分 AI が選んだ AI 勢力チームで AI の目的は、AI っていうのはね、誰にも邪魔されず、自由でなんというか救われてなきゃダメなんだ。一人で静かで豊かで、で目的を達成するために動く勢力、E さんを執拗に狙う理由は、E さんは唯一 AI をぶっ壊そうぜ。ってイデオロギー持ちだから、AI がブルっちまって、このチームガブリエルを使って、E さんをぶっ殺してこいよ。って使いっ走りにしていると思われるのぜ。で、こいつはただの武器商人。で、あとはアメリカとか、エゲレスとか AI 兵器を使って、自国の軍事力を強化したいっていう自国ファースト勢力。とまあこんな感じ。で、ここからは、この映画のダメダメポイント、ひどい部分を解説します。この映画のファンは、今すぐゲームの電源を切るんだ、なのぜ。まず、この映画のダメダメポイントは見せ方で、E さんたちは鍵は手に入れたけど使い方とか、その鍵が何なのか？わからないって設定なわけ。ただ映画を見てるヘッズは、冒頭で潜水艦に沈んだ AI 兵器のことを、知ってるからここに知識の乖離が発生してるのぜ。そうそう。だから E さんたちの行動がガチで滑稽に映るわけ。これは無駄に親切にしてしまったために、正直、前半の AI 兵器って、潜水艦の描写いらないんじゃないかな？って感じで、E さんと一緒に鍵の正体は何なのだ？って一緒に謎解きするシナリオでよかったんじゃないかな？って感じ。次が全体的にネタが古いって部分で、この映画は、ルパン三世カリオストロの城だったり、ターミネーター、アンチャーデッドだったりの要素を、ふんだんに使って作られたちゃんぽん作品であり、見ているといちいち映像が、古臭いというか、2024年の作品なのに、なぜか懐かしい感じだったり、既視感を醸し出す作品である。で、この映画のガチでおまんじゅうが、ダミダコや、と思った部分を解説。まずは、どこかで見たことのあるような、シーンだったり設定の連発。例えば相関関係で、ゼニ型ケイブロールの CIA のエージェントだったりが、E さんを追うという感じであり、三つどもえの関係を設定しているところが、カリオストロみたいだなってなる。で、最悪なのは、カリオストロの場合は、カリオストロ公爵は、物語中盤まで社会の敵かどうかわからないわけ。ところがこの映画の場合は、チームガブリエルは、明確に社会の敵だってわかってるのに、E さんのケツ以外に興味のない、クソ間抜けムーブをしまくるホモって設定なわけ。これが、見ていてイラッとくるというか、控えめに言って山岡さんのああいうシナリオって感じ。さらには、まあ列車使った、ギミックでこれしかないよね。っていうので、仕方のないといえば仕方のないことだが、まんまアンチャーデッドのパクリであり、このシーンを見てる時にノーケドックに怒られたりしないかな？と思えるくらい丸パクリっぽい出来栄え。で、1990年代ならまだ、ターミネーターって空想の世界の話だから成立し得たんだけど、2020年のこの映画において、AI が全ての世界中のシステムを掌握するって設定なんだけど、どうやってイントラネットに入ってくるんだよ？って感じで、2020年にターミネーターシナリオするの？って感じがやべえ。イントラネットというのは、外部のネットワークから完全に切り離された、隔絶されたネット空間のことを言うのぜ。で、一応言い訳がましく、人間の往来は避けられない、
から AI はほぼ全ての、イントラネットも含めて掌握したんだってシーンがあるんだけど、お前世界中の主要システム全部に人間の、スパイを作って不正に侵入させてウイルス仕込むって、どんだけ非現実的かわからないの？という感じで目も当てられない。そもそもなんだけど、AI はスイッチを押せないのぜ。電子制御された切り替えスイッチなら、できるけど物理スイッチを AI が押すことは不可能なのぜ。まあそんな感じで AI ができる限界ってのが、広く知られた昨今において、ターミネーターみたいな古いシナリオをするっていう部分に無理があるし、そもそもこの AI は、なぜか、潜水艦の中に閉じ込められているという設定なわけ。コピペではなくなぜカット&ペーストを選んだのか？意味がわからないのぜ。データだったら、合理的に考えてコピペするんだと思うんだよね。で次が最大の謎で、お前海に沈んでるのにどうやってインターネット接続してんの？もしも仮に Wi-Fi とかで、インターネット接続してんなら、プロキシーさしてても、いずれ IP 調べられて住所特定されるよね？ E さんの友人二人は、IT スペシャリストなんだからそれくらいできるよね？まあこんな感じで無理がありすぎるのぜ。面白い映画って細かい矛盾とか、気にならないもんなんだけど、この映画ってシナリオが群抜につまらない、奇跡の映画だから、シナリオの荒がまあ本当に目立つこと、そこがいいのぜ。それと補足で、この映画見てるヘッズが、ポカーンとなる部分だから補足するんだけど、この映画でこのシーンで、黒人が、ガブリエルを殺すな、ガブリエルを殺したらその時点で、AI の勝利だ、って意味不明な宇宙が膨張するって、発言するんだけど、意味がわからないのぜ。これは、どうやら、この映画のシナリオライターが思うところにゃ奥さん、一時停止推奨です。いや、意味がわからないのぜ。そうなんだよね。AI ってのは最もらしい答えのようなものを作り出すことが得意なプログラムなわけ。なので、ぶっちゃけ仮に、E さんがガブリエルを殺そうが、殺すまいが、演算に何か致命的な変化が起こるってことはないわけ。そもそも、if 文を作って、ガブリエルが死ぬ場合とガブリエル生存ルートの2つを条件分岐して、両方のシナリオと予測結果を演算すればいいだけなのぜ。まあこんな感じで、このシナリオってどうも、プログラムに非常に見識が薄い老人のような人が、なんとなくターミネーター見て、AI ってこんな感じかって感じで作ったような、時代の変化に知識が追いついてないシナリオなんだよね。だからなんだか、シナリオが古臭く感じるのぜ。で次に、いいところ一つもないのぜ。ダークナイトよろしく、究極の選択通過、そんな感じを彷彿させるシーンを作るのだが、ダークナイトの場合は、ゴッサムシティを救うか元恋人を救うか？という究極の選択なのだが、この映画の場合は、パッと出てきた女スパイと、空港で引っ掛けた女詐欺師、E さんの本妻はどっちや？みたいな究極の選択であり、ぶっちゃけこの映画を見ているほとんどの視聴者さんは、E さんの本妻がどっちだろうと、どうでもいいと思ってるんじゃないだろうか？このシーンを見た時に開いた口が塞がらなかったのぜ。うわぁ、2024年の映画でこれするのかぁ、きっついわぁ。で本当に久々にきっつい気持ちと対面できたよ。これをするならまだ、黒人とエゲレス人、お前の本妻はどっちや？にした方が、前からの出演だし、どっちがガメをべらしようが、どっちかのファンからのヘイトがたまるので、炎上商法としてめちゃくちゃにしたいなら成立するんじゃないかな？絶対しちゃダメなやつなのぜ。っていうか、2020年において、究極の選択ってシナリオに絶対に入れない方が良くて、なぜならしたところでストレスしかたまらないから、するメリットが1ミリもないのぜ。見ている側としたら A のファンで、A が選ばれなかったらそのコンテンツに対してヘイトがたまるし、逆もしかり、そもそも、究極の選択を入れたところで、ヘイトがたまるだけの行為であり、ほぼ唯一やっていいのは、ビデオゲームでブルーエンドに行った場合、両方生存ルートが発生、みたいな仕掛けがあるならしてもいいが、そうじゃないなら本当にするな。ギアーズ5もそうだし、プレイヤーや視聴者さんがただただ不快になるだけだからね。この映画の場合、E さんの本妻がどっちだろうが、視聴者さんにとってはどっちでもいいから、本当にどうでもいい無駄シーンなのぜ。そもそも、女スパイの方は、10分くらいアクションして出てくるだけだし、鼻の穴が特徴的な詐欺師は、ずっと E さんと対立してて、視聴者さんからしたら、この鼻の穴マジムカつくなって、24のキムバウアーみてぇなキャラだなって感じだしね。キムバウアーは24に、出てくる主人公ジャックバウアーの娘さんで、24におけるタイムキーパー、お邪魔キャラなのぜ。基本、キムバウアーは、余計なことしかしないので、そのおかげで、本来なら、16時間とかで問題を解決できるところを、24時間かけてドラマが終わるという、尺稼ぎキャラですね。まあそんな感じで、究極の選択が盛り込まれたコンテンツが、軒並み不要なのは、過去のコンテンツを調べたりたしなんだりすればわかるのに、それを2024年の映画でするか？という出来です。
ここが、この映画がいちいち古臭いというか、ダメなポイントです。次のダメダメポイントが、まだあるのぜ？いやーこの映画、本当にダメなポイントが多すぎて、久々にいいクソ映画見れたなって思えた映画なので、本当にぜひみんなも見てほしいクソ映画なのだけど、そもそもパート分ける必要なくない？というのも、この映画って、あらすじで解説した通り、鍵争奪戦なわけ。鍵を手に入れた者が、この世の全てを手に入れるって聖杯戦争みたいな感じなのぜ。なので、やった、鍵をやっと奪い返したぞ。あちゃー、あと一歩のところで奪われてしまった。よし、もう一回挑戦だ。やった、鍵をやっと奪い返したぞ。あちゃー、あと一歩のところで奪われてしまった。よし、もう一回挑戦だ。繰り返し、というのの繰り返しなわけ。これがマジでいらないというか、本当にこれ2024年の映画？って思えるくらいの出来栄えで、おまんじゅう的なしてはならないって近畿に触れるわけ。ずーっと、いろいろな勢力と鍵の奪い合いでイチャつき合うんだけど、こういう引き伸ばし、水増しシナリオが許されるのは、おタイト先生だけってそれ一番言われているわけ。場所を変えて永遠に同じような展開を、見せられ続けるのぜ。で展開が同じだから。あーはいはい、鍵を奪われるのね。で展開が読めるわけ。なぜなら繰り返しシナリオだから。で、そのイチャつきを、一回に抑えれば多分尺1時間くらい圧縮できるから、圧縮した1時間使って映画作れば、前後編に分ける必要ないだろ？って思うわけ。というのは、何でもいいんだけど、例えばこのクラブのシーンと、このイチャコラシーンをカットしても、別に一切差し支えないのぜ。あとは、Eさんたちは、鍵の使い方がわからないから、鍵の使い方をわかるやつを殺すな。なぜなら俺たちは鍵の使い方がわからないからな。って展開なんだけど、じゃあなんで、住所や使い方の知らない鍵を、エゲレスやアメリカが欲しがるんだよ？って感じだし、チームゼニ型は鍵が何なのかとか、ガブリエルっておじさんが誰なのか？知ってるはずなのに、主人公のEさんにヘイトを向けるという無能っぷりで、シナリオがひどすぎて、ただただストレスのたまる映画になっててべね。Eさんも、前半で面従腹背しておけばいいところを、無駄に政府と対立するイキリプレイするから、細かいシナリオにツッコミを入れたら、キリがないのでこの辺にしておくが、とにかくシナリオがひどくてべね。次が、2000年代のコンテンツならまだ、あと一歩のところでボスを仕留め損ねました。ってネタはテンプレとして通じるんだけど、どんなに運が悪かったとかの理由付けをしようが、あと一歩のところで取り逃がすような、ドマ抜けは2024年の主人公失格であり、視聴者さんにとってはイライラ要素でしかないわけ。これもさっきの理由と一緒で、あと一歩のところでボスを仕留め損ねましたは誰も得をしない。イライラ要素でしかないからしちゃいけないのぜ。この映画でも、ここでしっかり、とどめを刺せるチャンスがあるわけ。なのに、ピヨってとどめを刺さないって、お前そいつお前の側室一人殺したやつだろ？なんでお前はそうケツに根性がないんだ？って感じで、もう本当に見ててイライラするし。で、なんでそうなるのかというと、この謎の兵器に関して、Eさんたちには、縛りプレイ、をしててそれはなぜか、ガブリエルを殺してはならない縛りを始めるわけ。理由はガブリエルを殺すと、鍵の使い方がわからなくなるから。って理由なんだけど、後半はいつの間にかシレット潜水艦の住所に変更されるのぜ。で、これが本当に、本当におまんじゅう的2024年においてしてはいけない典型シナリオで、2024年を生きる古来性のない人間やおまんじゅうにとって、確実に仕留められる状態でお邪魔キャラを仕留めないというのは、禁忌であり、お邪魔キャラと視聴者さんに対する無礼なわけ。というのは、それをしちゃうと、主人公が無能になるからなのぜ。これはもう、しなければいけないことをしない、ということに、該当するし、2024年の映画は、しなければいけないことをしない、しなくていいことをする、この二つのルールは徹底して守る方が、視聴者さんのストレスフリーにつながるわけ。この辺は、映画シビル号でも、やらかしているのぜ。詳細欄にレビューしたシビル号の動画 URL 貼っておきます。面白い映画はちゃんと、視聴者さんに配慮して、殺せる場面ではどのような理由があろうとも殺すのぜ。そういうことができていない、この無駄にお邪魔キャラを引っ張る手法をしている部分が、2000年の映画かよ？って思えるダメダメポイントです。かませ犬やお邪魔キャラをずーっと、生存させたまま引っ張るって行為は、2020年のコンテンツではしちゃダメなのぜ。次が、相関関係が無駄に複雑すぎ。複雑な相関関係はそれがトリックだったり、絶対に必要な場合を除いて必要ない。相関関係が複雑になるほど、視聴者さんの興味が薄れるし、この場合はこんなに無駄に勢力を増やして、何がしたいの？という感じ。最後にどうでもいい話なんだけど、セバストポリってクリミア半島にあってさ、そこって恐ろしやが2014年に不法占拠した土地だし、2024年も戦争中なんだけど、撮影できないでしょ？って心配しました。アラスカとかどこかで、セット作って撮影するので多分。
とまあ、細かく突っ込みを入れたらキリがないんだけど、いいところが一つもないって感じの、超大作クソ映画で、久々にいいクソ映画見たわという出来栄え。まあ、この辺はおまんじゅうの価値観なのぜ。というのも、うちらおまんじゅうが、愛してやまないレジェンドクソ映画に、ハンガーゲームパート3、って映画があるんだけど、このミッションインポッシブルも、ハンガーゲームパート3も、前後編に分かれた映画なんだけど、ただでさえクソ映画なのに、そのクソを水増ししようって思えるセンスが凄まじくてモルトベーね。どっちも前後編に分ける必要のない、できることなら見てほしいクソ映画に仕上がっているのぜ。どっちもクソ映画好きにおすすめの映画です。なんていうか、1秒でも長く、苦痛を味わってほしいとかそんな感じの、歪んだ思想がモルトベーネで、最初から最後までこの映画って本当につまらなくって、とりわけ中盤までずっと詐欺師の女とのイチャコラアクションシーンがあるんだけど、本当に見ててただただ苦痛以外の何物でもないんだよね。ましてや全然美人じゃないから本当に苦痛だったのぜ。ではでは、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1、圧倒的クソ超大作であり、本当におすすめ。できれば2025年ランチアウト予定の、パート2もこんな感じのクソ映画にしてもらって、ハンガーゲームパート3みたいな感じになってほしい作品です。というのは、大作映画って、ありとあらゆる奇跡だったり、偶然が組み合わさないと、クソ映画にならないわけ。そんな雲の糸の上をスキップしながら、渡るような奇跡を生み出した作品であって、ガチで本当にこのクソ映画を見ることができたことにリスペクト。ましてやトム・クルーズの映画で、見れたことが感動なのぜ。この映画も、トム・クルーズのアクションシーンがなければ、クソすぎてそっと字をしたくなる、苦痛や気持ちを隠しきれない作品であり、2024年のチームが作った、1980年代のアイデアの映画って部分もクソに拍車がかかっててべね。クソ映画好きのヘッズに大変おすすめな、ひどい映画になっております。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。